インチンは白い生地に淡い青色の釉薬をかけた白磁である。生地に施した彫り込み部分などに釉が透明な青白色にたまって見える。その印象を月光に浴びた青と捉えて、インチンという言葉が中国人によって唱えられた。中国宋代の景徳鎮窯で大量に作られており、その始まりは宋代以前に遡ると言われる。生地がほとんど不純物を含まない純白で、透明釉の中に極めて微量に含まれる鉄分が強力な還元塩で焼成された結果、青みを呈する。基本的な技法としては青磁と同じであるが、生地や含有率の相違から気品の高い青白磁となる。インチンは景徳鎮だけではなく地方の窯でも生産されたため、中には粗雑で魅力に乏しい作品も多く混じっているが、良い作品は景徳鎮産であることが多い。規形は皿、碗、鉢、コースなどが最も多く、本作のような非常に優れた水中や袋物は数がとても少なく、その希少さと作品本体の美しさが認められて、古美術の世界的有名店である古中居さんがかつてお取り扱いになった来歴がある由緒正しい作品である。古美術吉戸は古美術の良さ、美しさ、楽しさを伝えたい、広めたいと願い、古美術業界の発展の一助になりたい一心で一生懸命に動画を制作しています。どうか温かい応援、チャンネル登録よろしくお願いします。いつも本当にありがとうございます。